はい、こんにちは。こんにちは。はい、コミックイラスト家の、講師の山上です。じゃあちょっと紹介を。はい、コミックイラスト家2年の、山田圭介です。はい、前回といってももう1ヶ月ぐらい前になるんですけれども、コミックイラスト家のオープンキャンパスに来てくれた人たちが、先生たちはどんなイラストレーターに影響を受けたでしょうかという話を聞きまして、受けたイラストレーターさんがいたら教えてくださいという話がありましたので、それについて答えていきたいと、ついに腹をくくって撮っているわけです。山田くんは友情出演ですかね。友情出演。え？はい。すいません。見てもらうことにしました。で、とりあえず質問が、先生たちはということだったので先に答えていこうかなと思いますけれども、先に絵を見せると分かりやすいかな。見えるかな。はい。こんなイラスト、これまあ途中のやつですけども、こんなイラストを描くんですね。こんなのに限らず、女性のイラストを描いたりすることもあるし、なんか迫力ある系のイラストが好きで描いてるんですけれども、いろんな作家さんに影響を受けてるなとは思います。イラストが好きでその人たちに憧れて、声を超えようと頑張ってるんですけども、一番分かりやすいところではこちらですね。はい、山田君これ知ってますか。この人、誰ですか。はい、ありがとうございます。よくできました。そうですね、天野義孝先生、ファイナルファンタジーの、イメージイラストを手掛けられたり、かつてはガッチャマンとかタイムボカンシリーズのキャラクターデザインとかですね、やられてた先生で、この間サインをもらいました。自慢です。ムコユムさんっていうね山上小夢なのにムー入れちゃったみたいな感じのサインもらってますけれども、天野先生にも、もちろん間違いなく憧れと影響を受けてですね、絵を描いております。はい、で友情出演してくれてますので、はい、よくケイちゃんケイちゃんなんてみんなで呼んでますけど、ケイちゃんの影響を受けた人もちょっと聞いてみようかなと思います。はい、影響を受けた人はこの SNS の表紙にもなっていないですね。あ、よろしいなっていう藤チョコ先生という方、反射して映ってないです。もうちょっと前出してあげてください。こんな感じ。はい、藤チョコ先生という方に今すごく影響されています。はい、どんなところが魅力でしょうか。すごい色使いだったり、あと構図的にこう奥行きのあるなんかすごい広がっていくような構図がすごく好きで、今度入った当初の絵と比べてここに出しましょうかね。面白いので、はい、それじゃあ次回ということでいつかやろうかなと思います。はい、以上、影響を受けた憧れのイラストレーターさんのご紹介でした。バイバイ。はい。